はいどうもリンドです。今日はね、前回のハウジングの、続きの方になります。で、前回ね建てただけでほぼほぼ何もしてなかったんですけれども、家の中に置いてあった家具を全て置きました。なのですごいこう雑にねこう今犯さっている状態です。で庭も結構雑に犯さった状態なんですけど、一旦ね、3階の方から攻めて作っていこうかなと思います。なのでちょっと3階にこう荷物をね追加しながらにはなるかなと思うんですけども、ただね幾分家具が持ってないんですよね。どうしようかな。家具が置けないな。屋根裏に置いときますか。とりあえずこれも置いとくか。必要になったら持ってこよう。よしよし。じゃあ3階から攻めていくので3階に置く必要の、あーでもな荷物それでも置けないんじゃないか。どうしよっかな。一旦しまっとくか。てかこの辺売っちゃってもいいのか。もう使わないんだよな。ちょっとバザーに出すか。ちょっとバザーにね出してきます。で、今日からあれですね、メイブが追加されたみたいですね。イカちゃんですよね。でちょっとフレとかも皆さんこう言ってるっぽいんですけども、実はねまだ嵐の了解クリアしてないんですね。なのでそのうち、あー、ドラゴンの角結構高かったはず。これ取っとくか。そう、漬物石1個70ぐらいで出すか。とヘドロも出しとく。ヘドロ40ぐらいでいくか。今見た感じでいくと47は高いかな。まずちょっと売っていくか。277って書いてたな。ん ?277? 227か。219円ぐらいで。円じゃないか。ゴールドか。190か。190。よし。エルトナ水彩も。とりあえずね、荷物持てないと。これは120ぐらいで売ってるんだ。みんなバザーに。120くらい。こんなもんで。よろしいかな。ひとまずはいいかな。なんで特約層持ってんだろう。特約層何のために買ったんだろう。で庭もとりあえず適当に配置してちょこっとはねこう前の方とかやってみたりはしたんですけど、多分変えます。なので庭は最後かな、やるの。ただね、構成が固まってないからね、どうしようかも。で、帰ってきたら風呂に入っている。セクシーですね。
姉ちゃんセクシーですね。このまんまにしとくか。上に持っていく必要があるものだけ軽く持ってきますか。で、下から移動させて持っていけないやつは持ってった方がいいかな。よし、ちょっとこれだけ持って上に行こうか。よいしょ。どこやっておこうかな。あ、意外といけたんだね。あ、いけたんだ。多分ここはこうだよね。お、行けたんだ階段。へえ。すげえシャワー浴びてんな。今からデートですかね。よいしょ。行けるんだ。お、すげえ、めっちゃ行ける。前なんか貫通するところ行けなかったりしたんですけどね。ちょっと今日は3回だけでも作っていければな。で、3階建てね、いいですよね。大きい家では初？あ、違うか。あの、和風のやつ、3階ありましたもんね。あー、でもな、この窓出したいな。窓出せるようにできないかな。あ、でもあそこ窓、あそこだけ出せればいいか。ここちょっと、うん、こんな感じで置いて、やっぱり片付けて上持ってくか。その方がいいな。で、この辺3階に置いてたよね。3階ってか前回の時、ナイトメアビフォークリスマスの、ジャックがね、その、あ、違う違う、八角はいらん。まあ、いいか。ジャックがね、研究所に置いてた、研究所に置いてたっていうか、研究所風にしてたやつね。に使ってたので、違うよ、本が欲しいんだ。よしよし。そう、ジャンクの研究施設的なのはね、やっぱ作りたいので。あ、もう片付けれない。じゃあね、ジャックのそれに使ってたっぽいやつ一回上まで移動するか。そんなにね、手間じゃないし、思ってたより広いな。あ、違う違う、片付けれないんだもんね。動かして上まで行こう。これぐらい3回だけでかかるかな。多分構想固まるまでにね、結構かかるんですよ、私は。なので、ハウジング終わるまでったらすごいことになるでしょ。
まあ、可能な限りねやっていこうかな。あそこ3階入るところの突き当たりにこれをね置きたいな。あ、マジか。後ろどうしてもこういう風になっちゃうのか。うわ、こう置けると思った。マジか、置けなかったのか。そう、置いてあそこにこの自分のね気に入っているドレアのやつを角に置いておこうと思ったんですけど、そうできないのか。もう絶対できないわけじゃないんだけど、邪魔になるな。邪魔になるのちょっとな。でこの曲聴くの久しぶりだな。いつもね、この天空のオルゴールかけてたので、いつもの普通のハウジングの曲かかってんの なんか珍しいな。目がしょぼしょぼする。でもこれはやっちゃいたいな。これをやったら寝るかもしれないですけど、これはやっちゃおう。あ、これいけないんだ。これは引っかかるんだ。へえ。ただね、このかぼちゃ全部置くかわかんないけど、他にかぼちゃのやつはこれか。ひとまず3階までゴー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 。3階はどうしようかな。ジャックの研究施設でありながら、ベッドとか置けるかな。このチェストは1階に置きたいな。上に置いてもいいんですけど、下にこう開く用のタンスとして、でいつもこれをね1階に置いてたんですけど、多分1階に置かないと思うんだよな、これ。だから3階に、どうしようかな。まあ、とりあえず3回持っていくか。あと持っていく必要のあるやつは、この本棚って回収できるのかな。あ、回収できる。あ、あったあった、選択できた。よしよし。やばいやばい、引っかかった。あー、引っかかった。あれ、これは引っかかるんだ。でもさっきの妖精のねやつは引っかからずに上まで来れたのに、なんでだ。なんだ、嫌われてるだけか。よし、とりあえずは OK かな。この細かいのあと上に持っていきましょう。アメジストは上に置きたいな。でアメジストだけ置いてる理由なんですけど、このアメジストの原石、実は私の誕生日石にもなるんですよね。ので置いてるってだけなんですけど、私3月8日生まれなんですけど、そう、3月8日の誕生日石のなんかパワーストーンがアメジストらしい。っていうので、
置いてる感じですね。全然関係ないじゃないですけど、まあ、そういう理由があるみたいな感じです。よいしょ、じゃあこれも上を持っていくかな。多分1階にねベッド置くこともないんですよね。前は家でね回復したりとかしてたんですけど、最近邪神ってね回復するからね。あそこで回復できるのでかいですよね。あ、このサンタさんも上か。サンタさん上だね。よし上行こう。で2階がネルゲルのね円卓会議じゃないですけど会議ができてる感じでね作ってこうかなとは思ってるので、前真四角だったんですよね。丸めにしてもいいよなとか思いながら。よし、うわわわわ、めっちゃ引っかかる。いやいやいや、引っかかりすぎ。よいしょ。でここの、ま、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ここなんか六角形の柱になってるので、ここをねこうこう、分かります？なんとなく角に合う感じで作って、多分ねあの窓はねちょっと見えてるようにしたいという願望。あ、そうだ、片付けれねえんだと。忘れてた。で、うわ、結構なんか角度おかしくなっちゃいそうだな。いけねえしな。あ、どうしよう。なんか壁の感じもな。変な角度にもしたくないしな。置いてみるか。どうかな。置いてみないとね、わかんないよね。この置き方はいいな。ちょっとこだわりはあんま分かんないかもしれない。ちょっと窓が 見える感じがいいな。あとこれ裏がいいな。これ選択する矢印があっち側に出てくるので、これだとね窓も開きそうですよね。まあ、間取りとしてって話ですけど。で、こう置いて、これもうちょっと、あ、いけねえか。いけねえのか。あ、でもこれ悪くないんじゃないかな。あ、いいね。こうしよう。
おお、いいね、いいね。これ本棚足りなくね。本棚こんだけだっけ。もっとなかったっけ。あれ本棚、あれあんだけしかなかったっけ。あ、マジ嘘、4つしか置いてなかった。え、ないよね。あ、マジか、4つしか置いてないんだ。あれ、もっと買ってると思ってた。屋根裏とかにあるかな。ねえな。え、ないな。本棚付きの壁。めっちゃ買ったはずなんだけど、ないな。あ、そっか。そうだわ。このハロウィンの、これを、そうだ、3階の壁に使ってたんだ。3階っていうか、前回2階か。2階か。だからないのか。え、でも片方だけ本だなって、もう片方本ないのは、ダサいな。2個欲しいな。あ、でも、バザーって、バザーじゃないや。紙ハルムイまで行くのめんどくさいな。どうすっかな。バザー、バザーっていくらだで、見てみっか。よし、見てみよう。家具カタログ、カタログ。あれはなんだ？どれだ？壁か。壁だ。はい、え、王宮の、王家の迷宮の滝って壁なんだ。あれ買おうか悩んでるんだよね。ただまあ、3階ではね、使わないから、2階とか、やってる時にもしかしたら買うのかな。あー、なるほどね。この辺も出たんだっけ。ダーマ神殿のとか。あー、でもあれ結構いいな。でも使うかどうか謎だな。あわー、首出た。で、違う、あれだよ、でけえ、でっかい壁。こう、裏から探したのが間違いだったな。へえ、こうなってるんだ。柱いっぱいあるね。へえ。ページを送ってるんだけどね。全然だ。ないぞ。あれ？え、なんで？壁だよね。見逃した？見逃したかな。私見逃したかな。見逃したかもしれない。しかも前からやったら前は柱がいっぱいあるんだ。あ、あった。あった。よかった。これ。
バサーで2個買おうとするといくらぐらいするのかな。うおー、ん、高くない、買っちゃえ、やったやったぞ、あったぞ、置けるぞ、ここはちょっと左右対称、引っかかる、まあ物大きすぎだよね。こんな感じの置き方にしたらいいのかな。で、もう一個を、よいしょ、こんな感じで置いてやって、あ、いいんじゃない？お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、これをちょっと奥目に。そう、あんまり貫通させたくないんだよね。あの、貫通してこうね、重ね置いたりしてる人の方が多分多いかもしれないんですけど、現実世界じゃ貫通がありえないので、あの、これ勝手なね、私の、こだわりなんですけど、なんか貫通はさせたくないなっていうのはあるんですよね。まあね、おしゃれな置き方の貫通とかはね、いいと思うんですけどね。あ、そう、片付けれないや。本棚の前に本棚あるっていうのもおかしな話なんですが、こう研究してる風にねしたいので、あったあった、よしよし、こんな斜めで置いて、まあ、どうしよっかな。で、これはなんか本が雑多に置いてあるところの周りに置きたいので、なんかちょっと今すぐ使わないよってやつをちょっと端っこに置けたりとかして、でベッドどう置こうかな。置くならこっちだろうな。これはこの辺でいいか。本棚の上に、こうどうしよっかな。
いや、どうしよっかな。いろいろね、雑多に侵さってる感じを出したいのだが、これこっちに置いた方がいいな。あ、間違った、片付けるの間違ったぞ。違う、それじゃない。うん、こっちに置いた方がなんか良さげな気がするな。ういっしょ。なんか売れた、さっきのだ。で、こっち側にクリスマスツリー、ここに置いてあってもいいかもな。クリスマスツリーの研究ね、してたからね。ジャックね、いろんな研究してたからね。なんか料理みたいなこともしてたしね。もし気になる方は、ナイトメアビフォークリスマス見ていただくといいかなと思いますけども。結構ね、いろんなことをやってた気がします。で、この奥に本を、置いとくか。ツリーの下に重なってそうだな。あ、重なってない。よしよし。よし、ここら辺に置いとくか。うん、ここに置こう。で、
どうしよっかな。かぼちゃのタンスとかね、そうだあったわ。どうしよっかな、どうしよっかな、どうしようかなが多いな。これはこっち側に置いて、こう暖炉という感じで置きますか。よしよし。で、どうしよっかな。さっきのこれこれ。これこの辺に置くか。で、このサンタのランプって重ね置きできないんだ。わあ、これ重ね置きしたいな。この机開かないかな。この椅子の周りでね、研究してる感じをこうガッと出したいんですけど、なかなかしっくりこないな。これね、研究のなんか本置いてそうですよね。あ、いい感じかな。近くなくてもいいか。こんな感じでこっちを、こんな感じでね、置いて、
うんうん、いい感じなんじゃないかな。カウンターこの奥に置くか。で、やばい、おかさっちゃった。で、このカウンターの上に、そのかぼちゃのね、置物とかを置こうか。あ、やべ、フレンド情報が映っちゃった。今のところちょっとモザイク入れますね。まあ、あんま映ってほしくないフレンドとかもいると思うので、よいしょ。で、これを奥に置くか。こう、まあ、飾り台としてね、奥に置いとくって感じにしましょう。で、これの光はつけとこうか。アメジストの着物を触る。よしよし。こんな感じで置こうかな。で、よいしょ。まあ、どうやって置こうかな。悩ましいな。この上に、書いているっぽい感じの、いや、クリスマスツリーどこに置こう。クリスマスツリーここでいいか。で、椅子をもうちょっとちょっと右に。避けてやって。
うん、こんな感じどうかな。で、かぼちゃのタンスとこれをここに置いてあって、まあ、ちょっと寝れる感じにもね。あ、絨毯欲しいな、絨毯。絨毯取りに行こう、絨毯。あとシャンデリアね、置くか。あ、どうしよう、この可愛いシャンデリア、シャンデリラだって、シャンデリア置こうかな。これにしよう。プーちゃん、クーちゃんを置いてあげよう。で、あったあった。よいしょ。着物スカーペットを持って。よいしょ。前向いてていいか、なんか変にね斜めになってるよりはこうでいいか。でここで寝る感じになるからこう置いてあげて、タンスはこっちに置くか。本のタワーを ここにね置いてあって、この辺の方がこれいい気がするな。こう、あ、いいじゃんいいじゃん。これ壁に埋めれたらな、よかったんだけど、埋めれないもんな。ないものねだりはしちゃダメだ。
まあ、この辺にこう置きたいな。こんな感じのね置き方。あでもなー、本読んでる風にはしたいんだよな。あとシャン、あとそうシャンデリアじゃなくてこれ置くことにしたから、よいしょ。中間ぐらいの大きさにして、うん、ほぼほぼ中央かな。ハロウィンの便利な壁置くか、そこに。で、ちょっと綺麗に斜めにしようか。便利な壁で、なんか、あれだよね、あったよね。光るやつ。ほっ。よし。うん、この感じで、よし上に行こう。よし、なんか納得する感じになってきたぞ。アタゴがずっとシャワー浴びてるな。一旦避けて壁を調整しよう。うん、こんな感じでいいんじゃないかな。まあでも見えちゃうのか、やだな。あ、そっかそっか。位置を軽く調整して、これも調整してすると壁がちゃんとくっついてるような感じになるよね。うん、几帳面なんだけど、これをまっすぐに合わせたいな、できれば。よし、こんな感じかな。で壁を、お、あーどうしようかな、暗いやつだったね。あれ違う、あれ違う。あ、これこれいいよね。反射させるかな、反射させよう。あ、いい感じ。お、いいね、いいね。いや、今なんですけど、カイリが寝てるんですね。で、
アベマ TV をかけたまんまなんですけど、水曜どうでしょうの深夜バスのやつが今ちょっとこう CM で流れてて、ちょっと笑いそうになりました。見てる方だったらわかると思うんですけど、もう僕たち寝れないんだよっていうのが流れてて、面白かったなと思いながら。今聞いてました。よいしょ、これこっち側の方がいいかな。うん、こっちの方がいいね。でちょっとあれなんですけど、本棚をちょっとこっち側に、手前の本がいらねえな。後ろの本だけこう。うんうん。あ、いいねいいね。こんな感じの置き方にして。このタンスどこに置こうかな。このタンスもここに置いちゃうか。これなら本の置き方いいよね。うん、悪くない。ちょっとシャンデリア、もうちょっと高くていいね。高さを、うん。下じゃなくていいね、上でいいね。お、いいんじゃないですかね。どうすかね。ちょっとそこの本を読んで、本を読んでるじゃない、絵を描いている方に意見を。どうすかね、ジャックの研究施設館。はい、どうですかね。普通クライミングはする部屋ではない。いい感じですかね。なんか普通な感じの反応でしたね。ということで、まあこの感じで3階をちょっと今作ってみました。この反射いらないな。反射してない方がいいかも。この壁は微妙。でもこれでもいいかもな。ちょっと明るすぎるかな。でもそんなことないんだよね。うん、これでもいいな。
ぼちゃのチェストが置かずに余っていたので、この角に置いておきましょう。あと重ね置きできるやつなんか置けるのあったかな。かぼちゃの置物とか出してみる？そうなんです。かぼちゃだけね、めっちゃあるんですよね。ハロウィンの時に大量に買って、倉庫に入れておいたので。今、ここにね、なんかもう一個でも置こうかなと思ったんですけど、置かなくていいな。置かなくていいですね。で、これ上の角のとこを置こうと思ったんですけど、もしかして1階にね、置くかもしれないしな。じゃあどうしよっかな。置いてみるか。悩む前に置いてみるか。よし、置いてみよう。いいかも。置いてもいいかもしれない。なんか喉がイガイガするぞ。よいしょ。ちょっと水飲みますね。よいしょ。よいしょ。ここ扉があってもいいのかもしれないな。あ、でもなくてもいいか。ない方がいいな。はい、電源撤回。扉なくていいですね。そのままこう道続きでね。もう足の踏み場ないけど、いい感じなんじゃないかな。もう置ける家具がねやばいと思うんだよな。多分この奥のこれとかね、置かなくていいんじゃないかなぐらいな。あ、間違った。ああもう、よし。この奥のね、タワーを
歯はなくてもいいんじゃねえかな。で、このカウンター台ね、なくていいんじゃないかなと。なんとなくだけどね。下の家具を置ける個数も考えると、あんまり大きすぎると やばいと思うんだよね。で、これは置きたいんだよね。この食器棚は、食器棚とこのキッチンはね、なんか研究してる感が自分的には出るかなと。このタンスはいらないかなと。このチェストもね、今のところは。ちょっとここにあって。で、このオーブンとか、キッチンは、こう何かを研究してるっぽく演出できるかなと思って。ないので、でこのハロウィンのタンスはね、置きたいので、とりあえずね、これここにこう、たたずませて、でチェックの椅子を。こんな感じに重ね置きするんじゃなくて、この方はね、こうぐちゃぐちゃぐちゃってある感じだね。いいなって思うんだけど、これを少しだけこう奥にやって、ティーセットを、全然ね、あんまり関係ないんだけど、なんかこんな置き方に、飲むやつが手前にね、あるでしょう、普通なら。飲むやつってね、ティーカップね。ティーカップが前に。あるかなと。
で、まあ、こんな感じで犯さってんのかなと。なんか本も手前の方までこうね、流れみたいな感じで来てるんじゃないかなと。で、かまどがね、こんなにね、ここにあったら燃えちゃうので、本が。なのでかまどはこっちなんじゃないかと。いやでもなんか違うな、かまどそっちじゃない方がいいかな。かまどっていうかかま、あでもいい、おいいじゃんいいじゃん、まあ、いいんじゃないこれ。完全に自画自賛だけど、あ、いいんじゃない、お、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でこのカウンターショーをこうもうちょっとね手前に、この辺に置いて、そしたらね、研究してる感出てるよね。座ってみよう。まあ、すごいね、こう綺麗に座るんで研究してる感はあれですけど。お、いいんじゃない？お、いいっしょ。あ、そう、勉強する仕草をここでしてみればいいのか。ちょっと違うな、ちょっと違うけど、もういいじゃん、あ、いいでしょ、超自画自賛するけどいいでしょ。ちょっと家具の個数もねこれで稼げるし、これは片付けます。でどうしよう、このハロウィンのね置物は置きたいな。アメジストも置きたい。あ、そっかそっか。カウンターね、置いちゃってるからね。アメジストの置物が選べない。ではアメジストの置物を選んで。この辺に置いといたらいいんじゃない？よし、あ、これな。なあ、こんなとこに置くかなってよね。置かないよね、普通ね。カウンターぐらい置いといてよかったのかな。大邪魔になったわけじゃないもんな。それに1個だもんな。1個ぐらい置くか。なんか地べたに置いてある方が変だもんな。置いとくか。まあ、家具の個数もあれだけど、そんなに個数あれだもんね、これだけで増えてないもんね。
大丈夫だよね。でもね、何個か置ける数が増えたからね、何個か増えただけでもね、いいよね。いや、こうなるとね、こいつが重ね置きできたら最高なんだけどね、こいつできないんだよね。暖炉この辺でいいのかな。暖炉でもここでいいか。現実的に考えればこの辺に暖炉置いてあると暖かいよね。お部屋全体的に温まるもんね。いいか、これでいいか。ここにティーカップとティーセット、ちょっと近すぎか。この辺か。ほうほうほう、はい、いい感じだね。お、いい感じでしょう。で、研究してる風にもなって、本も置けてて、で、家具の個数もちょっと多めに置けるように調整もできた。なんかこの角だけちょっと気になるな。あ、この角に置きゃいいのか、これ。こういう感じで。そうだよね、こう置きゃいいのか。で、これを若干こう手前にね、出して、ほんとちょっとだけどね、そんなに変わらんやろって言われたら、はい、変わりませんって感じだけど。で、ちょっとこれ奥にこう、だからちょっと手前にね、こう出してやって、で、オーブンが手前すぎるのかな。でもいっか、こんなもんで。でもそんな邪魔になってないしな。いいね、これにしよう。よし、できれば真ん中に置きたい、これ。もうちょっと奥だな。置こうとするときに屋根見えねえのかな、ちょっとな。あ、いいんじゃない、真ん中じゃない、全然真ん中じゃねえや。まやかしだったわ。全然見えない。
こんなもん、こんなもん。お、真ん中じゃない？こっちから見ると真ん中だけど、横から見るとな。ちょっと、いや、でもまあいっか。あー、まあいいんじゃないかな。真ん中っぽいもんね。いいね。こうしよう。で、研究してる風の本棚とね、こう、鎌と。本あって、うん、なんか書いてる風のノートもあって、でこっちはねちょっとこう寝れるような感じになっていて、うん、オッケー。じゃあ次は2階をやっていくことになるんですけれども、まあね今日はここまでにしましょう。ちょっとねもう1本目だけでも相当長い動画になってしまったので、本当途中でね2本に分けようと思ったんですけど、ちょっとぶつぶつけでやってしまったので、3階のねこちらの方はちょっとこう1本のメイキングとして残させていただこうかなと思います。で2階だったり、あの1階だったりはまたこう途中ちょっとカットして、カットというかね、途中で分けさせていただいて行っていくかなとは思います。はい、今日はねハウジング3階の方のまあモチーフがねナイトマービフォークリスマスのジャックですね、ジャックの研究施設のようなところを作っていきました。でまた2階だったり1階だったりの方も、続けて出していこうかなと思います。では本日は以上です。以上リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。